本気で食べます。本気で恵方巻きと向き合うので、みんな本気でミキの配信で向き合ってください。あと30秒です。1年に1回の恵方巻き配信になる。ゴールドライブ見るかこ。ありがとうね、ありがとう。そうなる可能性なくはない。もうみんな言うことない、大丈夫。もうあと15秒したらミキ本当に黙るからね。本当に喋んないからね。あと10秒。はい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 、5、4、3、2、1、いただきます。いただきます、いただきます。
ごちそうさまでした。夢が叶いますように。ごちそうさまでした。完食完食イエーイ。なんと30分もねお付き合いいただきありがとうございます。ミキったこんな声してたんだって今思いました。ミキちゃんこんな声してダメ。36分30秒、速報記録出ました。36分30秒だそうです。ということで36分30秒ねかけてね食べたので夢も絶対叶うことでしょう。みんなも祈ってて願い叶いそう。よかった。うん、ちょっと自分の声忘れてた。こんな感じだったんだと思いながら今思ったどう36分半早いこれって完食はできるよミキ。お腹いっぱいにならないんだよねあんまり。そう、胃袋が無限みたいであんまりお腹いっぱいっていうことに達したことがなくて最近の人生で。36分無言でも見ていられるくらいミキさんってめっちゃ可愛いんだなって改めて、嬉しい、優しいんだなって改めてみんな本当に見てくれてありがとう。そしてとっても美味しかったです。今年も節分って感じでした今年も無事に終わってよかったです。みんながいっぱいコメントしてくれたから、いっぱい構ってくれたから無事楽しく食べれました。ありがとうです。なんかねお腹いっぱいっていうか、なんかまだいけんなって思っちゃういつもそう、そういう細巻きの太さはね毎年違うからね、まあ、それも楽しみですね。こんな配信も悪くない。よかったよかった、悪くない、いただきました、ありがとうございます。来年も、はい、来年もやるんでぜひまた来年遊びに来てください。いや来年よりも前に遊びに来てまた絶対遊びに来てね。ミキねゲップ出ないの急な発言なんですけど、ミキってゲップが出ないのね。いつ頃からか分かんないけど、わりかしゲップという存在に気づいた時からもうゲップが出ない人なんですけど、その分ねしゃっくりが出るんよミキって。ゲップが出ない代わりに、そうそう、みんなジェスチャーもいろいろ遊んでくれてありがとう。劇場でミキさん見たら背が高くてスラッとしてて感動しました。嬉しい、また感動しに来て。いつでも劇場いるから基本遊びに来てね、いつでも待ってるよ。食べても太らないことはないよ。全然食べた分太る、全然全然全然太るよ。え、赤ちゃんなのこれって。え、そうなの、赤ちゃんでゲップじゃなくてしゃっくりが出るの。じゃ成長しないってこと、ベイビーからここら辺の期間ベイビーから成長しないってこと。今月のショールームウィークはね、明日ちょっと考えてなかったなちょっと考えてなかったので、またメールします、メールします毎年この配信期待してます。お、言ったな、毎年好きでいろよ約束だぞ。炭酸ガム飲みすればで、そっち、あドミキね、これもまた一つ問題で、あ飲み物を一気飲みできない、飲みじゃない、ガブガブできない、なんかごくんしかできなくて、多分期間が狭いんだよねだから食べるの遅いっていうのもある。ほんと怖い、ミキちゃん目で追っちゃう。ほんとにこの前ミキじゃない人見てた、ミキじゃない子見てた見てるからね、みんながよそ見してるのを見てるからね。みんなが思ってる以上にみんなミキのこと見てるからねちょっと最近よろしくないんですけど、ちょっとこうやって上から上からこうやってちょっと見下ろすのに最近ハマってて、最近っていうか本当にさっき今日の帰り道にそれにハマって階段降りるところがあるんですけど、階段があったんですけど、階段からちょっと人のこと見下してみた、こうやってしょうもない趣味を見つけちゃったんですけど、そう階段ってやっぱ上にいればいるほどこうやってなんか見上げられるじゃん、
見下せるっていうの、こうやってちょっと知らない人勝手に見下してみたけどちゃんと後ろ向いてたから、その人たち大丈夫、バレてない、バレてなければ大丈夫。赤ちゃんは自分でゲップできる、あ、そうなんだ、ほいえ。待って待って、バレてるでしょ、だってミキがえーって思ってイエーって見えたら、え、違うとこ見てるってなる。これみんなだからね結構いるよ。あれ、そのサイリウムこの前持ってたっけ、え、なんか新色追加してないみたいな。え、ミキ紫一本なんですけど、ミキって結構一本で持ちやすい、振りやすいと思うんですけど、あれ、なんか両手持ちになってないって時もありますよね。はい、ありますね。ミキちゃんのダンスいつも素晴らしく元気もらえる、ありがとうございます。こちらこそ、もう遊びに来て。喉は赤ちゃん、あ、ラーメンすすれない、全く36分30秒時間がない声に瞳の中に油の時間ね待って、おもろすぎる。ちょっとそうやって書くわ、インスタにそうやって書くね、ありがとう。ちゃんとミキちゃん見てます、ありがとうね、いっぱい目あったね。ミキちゃんがどの、うんうんうん、ミキちゃんはどの席でもすぐ目が合うの、ほんとすごい嬉しい、ありがとう、いっぱい見て。じゃあでもいつも目合うとニコって笑ってくれるとか、嬉しそうな顔してくれるのがミキも嬉しくなる。あ、すいません、見下せなくて見下ろせですね、すいません、日本語気をつけます、すいません。見下されてってでも言ってる人もいる、見下してあげる会いに行ってくれたら見下してあげるよ。声の時にニコってしてくれたり、指ハート作ってくれたりとか、やばい、やった、やばい、いただきました。おみきちゃんしか見てないよ、本当にありがとうね。経験あるけど恥ずかしいと目そらしちゃうんだよな。あー、いる、今日いたね、最善の方多め、やっぱ最善って近いからか分かんないけど、最善の方そういう方多い、目あとみたいなっていう方多いですね。東海3月関東愛知行きますよ、お、嬉しい、3月はもうすぐだね。サイリウムは紫でもよそ見していることはたまに、お、何震えてるんだい震えを止めるには紫ペンライト1本で糸見せのことをずっと見てたら震えは止まるぞ。手伝う時は気をつけないと気をつけないと何を、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 アットマークにミッションがいないこと、何を、何を、さすがにここからならってとこでも目が合うので油断禁物。そうだよ、だってもう1年1年違うな、一面お花畑、なんて、一面見てるよ、ずっとずっと一面見てるよ。6日公演見に行くの楽しみ、紫単色サインなんで色変えまれば、それが一番いいね、うん、それが一番いいよおすすめ、もうね、もう最初から紫しか発光しないですみたいな人がおすすめ、人じゃない、ペンライトがおすすめ。知り合いが12公演当選しました、お、おめっち、ぜひ紫ペンライト1本おすすめしてあげてください。今日 G 列で80ちゃんから指さしてもらえると思ってます、列なんて関係ないよ、どこの席に座ってたってみんな一緒だよ。俺は悪くない、可愛いメンバーたくさんいるのがある、あ、確かに、それは確かにだ、ちょっとそれについてちょっと何も言えない。正直ミシちゃんはめちゃ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 ずっとじゃなくてむちゃくちゃ嬉しくてすぐにニヤニヤしちゃうの、ちょっと恥ずかしい、いやもうニヤニヤ超えてるよあれもうとびっきりスマイルだよ。逆に現状3月しか東海行けない、仕事能力で、え、それは寂しい、寂しいよ、3月だけは寂しいよ。紫何本持ってるとか見てますか、ブルブル声は 1,2,3 本揃ってしまう、あのね、たまにあるんよ、
はっ紫ペンライトでやったーと思ってヤッホーみたいなレスとかしてると、あ左手に白が、あーリカか、あー違った違ったみたいなとか、あとあ紫ペンライトだやったーとかなって、イエイとかなると、あれあー紫の結構あるわとかあるある、全然あるよ全然あるよ。握手トークの支払い2月6までなので忘れないようにしなきゃです、しなきゃです、しなきゃです、しなきゃです。紫さえしか劇場に持ち込んでません。素敵素敵スタンプ、素敵スタンプをあげましょう。こんばんはこんばんはこんばんは。3月後初めて幕張に遠征、嬉しい、ミキと一緒に遠征だね。そうなんかね、紫好きな人って多いかな、紫さえの人多いんだよね。2位ってどっち、2位ってどっちでもいいってこと。すいません今日はみきちゃんとゆきさんを持ってました、見てました見てました見てました、今でも席どこか覚えてますみきの記憶力舐めちゃダメだよ、見えてる見えてる、同じパターンだった、あ今日もみきのサイリウムありがとうと思って、おお追加追加追加パターンと思って、見てた見てた、席も覚えてるよ。三次抽選やらかしたとは、やらかしたとはとはとは、こんにちはこんにちはこんにちは、ミキティア専用太いサイリウム、そんな太いサイリウムいいね、太いサイリウムいいね、いいよいいよ。3月10日お知り合い連れてっからね、おお尻とお尻でお知り合い、そういえば握手トークの画像使ってくれてありがとう、めっちゃ嬉しかった、もうこっちが嬉しいとありがとうしかないよ、いっぱい時間かけて可愛いの作ってくれてありがとうね、本当にみんなたくさん会う約束をしてくれてありがとう。紫は色が好きなんで振ってます、おツンのツン幹が好きだからじゃなくて、もう分かってると思います、愛知は全部伺います、本当に嬉しい。なんか最近やっぱさあんま公園で会えてないじゃん、だからと愛薄めなんで愛込め待ってます愛込め待ってます。確かに紫はなんか地位高いよね昔で言うと。12鉄な紫一本振りに行くね、おテンション上げ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 、某篠原さんって初めて聞いた単語なんだけど、紫大好きから紫一本にしたペンライト、ツーショット開発参戦の今からポーズ試案中、試案試案中、うん嬉しい、もうそんな前々から考えてくれてありがとうね、ミキも考えておくね、案がなくなったように今回は基本関東会場にしか行けないと思います、 OK、 じゃあ関東会場で楽しみに待ってるね。3月はミキちゃんに釣られる、ん釣られてる連番するよ、釣られてる連番、わかった、つるね作るね、作る釣れ、えいえいえいって。6月にこの前一緒に公園入って沼ったと思う人握手連番します、お確かにメッセージが来てた気がするぞ、待ってるね。あ気づいたらミキティアン過去最高枚数買ってました、これが一応卒業後の影響か、え嬉しい、やった、なんかたまにあミキが一番じゃないのかもってちょっと不安になってた時あったので嬉しいです、とっても嬉しいです。じゃあ過去最高枚数イコール過去最高の思い出つき作りましょうミキちゃんって沼よね、嘘本当、沼タイプではないと多分。3月土曜日だけですが愛知と幕張を行きます、お嬉しい、いろんなところで会えるね、今から抽選会で缶バッジ当てる準備してます、早い、いい準備や、ギフトもいっぱいありがとね、
時申し込んだつもりができてませんでした。現在ミキちゃん一枚もない禁じた。お、それはピーポービーポーだよ。めっちゃピーポービーポーだよ。うーうーだよ。ああ危ない危ない危ない。あ、めっちゃ喋ってたわめっちゃ喋ってたわ。3月24日帰りお知り合い2人電話します。よろしくお願いします。ありがとう、いつもお友達いっぱい連れてきてくれて嬉しいぞよです。そのおかげで公園とかでさ、ミキの財布ってなくても、おこの前喋ったじゃんみたいな、仲良くなろうよって思える年賀状届きました。ありがとう。いい感じでしょ。あれもうミキの思いを込めてたくさん書いたので、思いを受け取ってくれると嬉しいですね。あの半から合同ライブだから半ぐらいに終わろうと思ったら15分ぐらい延長で喋っちゃった。ほいではまた配信するので遊びに来てね。私ミキティアが一番枚数多いっす。いい自慢、もうどんどんアピッとこういい自慢だよ。5月6月の10日は都合合えば再販で確保するんです。嬉しい、もう願ってるね、都合合うことだけをミキちゃんの対応に外れないから、友達やミキちゃん気になるっていっぱい言ってくれるの当たり前やん。そんな人とか時とかなんかそんなあれで変えたりしないよみんなに常に自己ベスト、自己ベスト大会自己ベストを届けてるよ。だから勝手にそうなるよね、楽しいんだもん。私もズバ抜けてミキティアが合いそうです。いい、ズバ抜けてどんどんアピってこう。通信はマカリエンセすると、お再来、前回の再来じゃん、嬉しいね。本当いつも全力でミキちゃんに会ったらモチベがあるので助かってます。お、じゃあどんどんミキ好き、ミキ好きモチベ上げてこう一緒に。ね、今回は一部からだね。ミキ一部ってやったことあるっけ。研究生の時一部だったかな、忘れちゃった忘れちゃった。やっぱりミキちゃん一押しにしたらいいことありまくりになる。もちだよ、もちもちのもちだよ。じゃあ聞きます、ここで聞こうと思います。伊藤ミキちゃんが一押しだよって方で、楽しい人生だよって方、教師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 。制服の目公園出てみたい。めっちゃね、めっちゃ出たいよ。会えるイベントがたくさんあるんやな。おいでよ、おいでおいで、 SK48 のイベントにもおいで、他のアイドルグループだけじゃなくて、おいで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 。カエルさん、カエルさんカエルさん、最近ミッちゃんのことしかポストしてないぐらい見せたんですけど、うっそ、そうかな、なんかねそんなこともない気がするんだけどね、どうかな。今までの私の中でミキティアンが一番多いです。かっこガチでみんななんかガチでとかつけるの好きだねありがとうね。じゃあ史上最強のアイドルになれてるってこと、ってことってこと、ルンルンじゃんそんなの。仕事上がりに行けないのがつらい。なんかさ、平日の公演とかってさ、なんていうの、サラリーマンっていうかさ、スーツ着た方が多いので、スーツ連番みたいになってるの、お見送りの時。なんかそれ見ると、あ、みんなお疲れって思うし、みんなお仕事終わって速攻来てくれたんだなとか思うし、なんかすごいありがとうってなる。もし抽選会で頑張っちゃったら握手会につけてきますけてて楽しみに待ってるね。みきちゃん推しさん、優しい人しかいなくて楽しさもしますし、わかる、同感同感。あ、一部初なんだ。研究生の時にやった感じしてたわ。楽しい人生です。ミキティアのアイドル物語にワクワクします。まだアイドル物語ね、序盤なはずだからこれから一緒にページ刻んでこう
ミキちゃんを見てる時とか幸せだもんな。やばいやばいどうしよう。あ、それはもう気持ちが答え出しちゃってますね。ミレイちゃんに怒られちゃう。あれ、ミレミキ推しじゃなかったっけ。ミレミキ推しいないからね、他に。うん、いない。レア、レアだよ、レア枠。あ、そう、でも1部からスタートすることによって7部で終わるんだよね。この前までは8部までいたんだけど、だからギュッて詰まった感じだから、みんなギュッて会おうね。ミハミキ推しもね、いないからね。唯一だよ、唯一。じゃあ次は、もしかしたら明日してるかな、わかんない。もしかしたら明日からショールームウィークかもしれないし、もしかしたら来週からかもしれないし、ちょっとわかんないけど。まあまた配信します。最悪の最悪、7日のオンライン特典会かも、次会うの。ミキちゃんをしてるの楽しそうってよく言われるから、ミキちゃんご用意してます。嬉しい、みんなで幸せになろう。じゃあ、あ、明日の夜 MV 公開だって。愛のホログラムさんね、楽しみ。どんな曲なんだろうね。え、まだ曲も出てないよね。あれ、音源、え、音源先に出ないの。音源、あれ、あれれれれれあれれれれ。ほいでは、また今度また今度会いましょう。また今度、まったね。もう10時や。特典会は仕事でリアタイできないのがつら。あ、そっかそっか。でもお仕事頑張ってるの偉いよ。じゃあアーカイブで見たときに、そのお仕事の疲れが吹っ飛んじゃうような素敵な配信にするね。そう、 K2 曲のいろいろ公開は把握してんだけど、ちょっとね、シングルはしてなかったわ。では、バイバイ、おやすみ、まったね、バイビー、おやすみ。目が乾燥する。バイビー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 、はい、バイビー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 、おやすみー。